そんな感じで、はい、そんな感じで、ゆるい感じでお届けしていきたいと思います。と言っている間に、一応揃いましたが、では仕切り直しということでよろしくお願いします。昭和歌謡、そして最後はなんと洋楽70年80年の洋楽ポップスということでね、もういろんなジャンルを楽しんでいただけるイベントになっております。どうぞ楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。では大丈夫ですかね。
お願いしますね。体調悪い言うてんのにプレッシャーかけちゃう。はい、では行ってみたいと思います。元気を出して先ほどね、あの最後のガファンクルをあのやっていただいた隊員さんも言ってありましたけれども、もう口の中めっちゃ乾きますよね。ね、本当にね、これ年のせいかな。めっちゃ乾くんですよ。ね、もう本当になんかね、すぐ
喋らんでええねんけど、ついそれは喋ってしまうので。なのでちょっとどんどん喋って、はい、壊れてしまうので、すいません、水分補給も取り混ぜながらお届けしていきたいと思います。元気を出して竹内まりや聴いていただきました。そして次の曲はですね、ケントメニュー、愛と風のようなという曲なんですけど、ね、昔スカイライン乗ってらっしゃった方いらっしゃいますか？あ、すごい、赤バッチね、昔これも本当に一世を風靡しましたね、この歌ね。これをちょっとやってみたいと思います。はい、どうぞ。太郎と花子ですね。バズの2人、うん、素晴らしいです。本
私はしびれました、あの高音の声にね。あ、すいません、お若い方すいません、ちょっとわからないですね。すいません。あの55歳限定、55歳以上限定かな。はい、あ、すいません、内緒にしときなさい。では、次の曲です。次は中島みゆきの糸です。聴いてください。わ
系かなと認識しとったんですけど、友達がちょっとライブやるから対バンせえへんから、ほんなん行くわって言ってみたんですけど、よかったね。はい、お酒美味しかったですね。お酒美味しかったな。あの演奏しに来る飲みに行ってるっていう感じなんで、まあいいかな。空いてるって言われたらどこでも行けるね。空いてたらどこでも行く。まあ、演奏は二の次で。言うたら私飲まないんですけど、あの全然ジンジャーエールでも負けませんっていう、ジンジャーエールでも飲んでる人に負けない自信があるので大丈夫です。何を負けるかあんまよく分からない。テンション大丈夫ですか。ということで次はということで次はあの僕がどうしてもやりたいって、ね、そうなんですけどね、実はね、あの、まあ、これは私の話なんですけど、ここ の、あのドアーズインヘブンさんで、もうずっと長いこと昭和歌謡 の、あのセッションイベントをさせていただいてるんですね。で、ちょっと前にあのいつもお世話になってるのでママさんにも何曲か歌ってくださいって言って歌っていただいた曲、ほら今日ママさんに歌って、あ、ママさんどうぞママさんに歌ってもらった曲をすることになってしまいました。そうなんですよ。それは知らないんだ。そうなんです。で、まあ、ママさんはね、もうあの美しいなんかこう感じの声で歌ってあるんですけど、私が歌うとなんか演歌調になってしまうので、まあまた違うバージョンやと思って聴いていただいたらいいかなと思うんですけれども、渚優子の京都墓場という曲を歌っていただきます。わお。
ちょっとやばい、大体ね、ちょっとゆっくりめの曲をね、最初にずっとお届けしてきたんですけれども、まあ、一応だんだんこう知り上がりにね、なってくるっていう感じで、はい、次の曲からちょっとこう皆さんのね、気持ちも高揚していただいてですね、そんな感じで進めていったらいいかなと。言うときますけど、あと2曲なんですよ。2曲なんです。なのでね、もうほら、乗り損ねたらダメですからね、あと2曲ですから、そのように皆さん心して乗ってください。よろしくお願いします。いいかな、もう言っても。取り前やけど。取り前の曲やけど。何テンポ取ってはるんですか、それ。ええよ。なんかあとね、朝ドラで。では次、ピンキーとキラーズの恋の季節を。ワン、ツー、スリー、フォー。
けれども。よかった。今日はいつもはね、いつもはねって言うの変やけど、あの最後の曲になりました、でももう一曲用意してんねんとかって言うんですけど、今日はほんまにないねん。ほんまにないねん。ほんまに最後の曲なんで、すいません、勘弁してください。では最後の曲、最後の曲ね、浅野さん最後の曲って言ったらどうなるか分かってます？ちょっと忘れるからね、最後の曲。あのワイヤレスなんでね、どうなるか分かってます？はい、皆さんあの道を開けて用意してください。残していた傷跡だけは
最後になります。